中東情勢が混迷する中アメリカのバイデン大統領は20日イスラム組織ハマスに拉致されている人質の解放は近いとの見方を示しました一方国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は人質解放交渉について これまでよりも合意に近づいているが、まだやるべきことがあると述べました。